こんばんは。今回は10月24日リリース、魔女と妖精のダンジョンやっていきます。ゲームはね、アクションゲームって書いてました。やっていきます。あ、もうこっから。あ、なるほど。ははは。はははは、なるほど。こんな感じなんだね。なるほど。これかわいい。ロックオン。シューティングゲームっぽいな。スキルか。ちょっとなんか作りが古い感じがしちゃうかも。これはスキルね。あ、そうか、取ったらいいのかも。なるほどね。こういうことか。わかりにくい。どこ行くのかな。わかりにくいな。違うの。はい、ちょっとあれだな、昔のなんかこうゲームのデザインとかグラフィックとか、最近出たっていうか昔のやつを焼き回したって感じがする。やったことないですね。このゲームは一度も。初めて見るんですけどね。いろいろ分かりにくいな。そう、ないんだ。使えないってことかな。出た方がいいのかな。もうドラクエみたいな、ザザザザっていうのが、左に行くとショップポーションが買える。はい、終わった。左ね、来たか。お、なんかポストになんかあるぞ。ちょっと飛ばされた今。左ってショップってこれなのかな。分かりにくい。倉庫、はい、倉庫なんだ。入れるもんないからかな。なんかいる門番。話す、話せない。リアクション、さっきのやつもアクションでいいのかな。アクション、そういうことか。何もないっすね。これが倉庫、右が、左がバック。作りが昔だな。はい、まずはダンジョンに来
かって言ったっけ。方向にあるって北だな。この上にダンジョンがあるでしょうね。こっか。一人の危険だわ。ああ、なるほど。ガチャね。モンスター召喚していくんだ。はい。オーク。これがどれぐらいなのかわかんないね。あ、まあでもこれでいいの。まだできんのかな、召喚。あ、モンスターセットか。ねえ、これをセットここみたいな感じかな。はい。なるほど。モンスターをセットできた。はい。右からメール。これか。確認。閉める。あ、多くついてきてる。あれを仲間っしょ。死んでしまった場合、アイテムボックスのアイテムをすべてなくす。あ、なんか風雷の試練みたいな。あ、装備してるアイテムはなくならない。あ、いた。多くはいるか。うわ、マップ。あ、なんか敵いる。頼む。できるわ。頼むぞ。おい、ついてこいよ。なんかないぞ。HP が。やばいやばい。どうすんだこれ。移動か。おっ、そうなんだけど大丈夫か。あれ、回復しない。うわ、やられた。オークには使えなかったな。どうすればいいかわかんない。あ、どうしたらいいんか。あー、復活した。あ、時間なんだ。あ、じゃあもう関係ないね。回復させる必要もない。なんかすごくめんどくさいな。すんげえ昔のゲームやってる感じが。まあ結構やられたな。どうするこれ。すんげえ昔のゲームやってる感じがする。多いかもね、移動で。来た。ボタンの配置変えれるんだ。はい、なるほど。オッケー。とりあえずクリアしたいんだけどね。ちょっと行き止まりっぽいですね。あ、敵いる。やられた。あと待つしかないのかな。これか。このちょっとこうタイマーじゃないけど、これが上まで来たらまた復活なんだ。待っとこうか。はい、復活。なん
だ回復しなくていいんだったらもう全然いいね。自分の HP だけ管理するやられそう。やばい。やばい。なんそれ。はっ。あっ。復活。復活するか。やられちゃった。太陽。見ない。範囲の中に入らないと攻撃しないっぽいですね。痛い。あーやれた。ちょっとむずいっすね。戻るか。なんか風雷の試練とかああいうダンジョン入ってアイテム持ち帰って強くするみたいな感じのゲームなのかな。ちょっとねグラフィックが自分の好みではないっす。もうちょっとこう、うん、これだったらちょっとドットっぽい感じのが好きかな。途中ですけど今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。